トゥンヘイムに何があるかわからんが、痕跡は消さねば。カラスがオーディンに塔の復元を伝えるじゃろうが、わしらの手柄を奴に利用されてはかなわん。そうだな。を受け橋を架けた最後の対策じゃろうて。オーディンの目を使えるでしょ。わしには片目だけしかないのじゃ。オーディンはわしが移動できんよう片方の目を奪ったんじゃ。すまんの、いけると思ったが。オーディンはその片目をどうした。奴が持っておる。場所は見当もつかんがの。ここまで来たのに方法はきっとある。そうじゃの、当てにはならんが、オーディンが山へ来るときにあのドワーフの兄弟が辺りをうろついておるのを何度も見たことがある。何か知っているかもな。ブロックとシンドリ。ねえみんな、聞きたいんだけど、ミーミルの左目はどこか知ってる？ああ、それは、実はオーディに頼まれて、作ってくれと、それで私に見せてくれて、断った。すみません。ちょっと失礼。まるで役に立たん。実はな、ちょうど同じ頃俺んとこにもオーディンが訪ねてきて、隠し部屋がある像を作ってくれと頼まれたことがあったな。だが作んのは武器でもねえし、アース神族の奴らもアホ面揃いだったんで、俺も断っちまったのさ。結局オーディンはどうにか作ったがな。どんな像なの？そりゃ湖で玉を見せびらかしてるあのトール像さ。ヨルムンガンドが食べた像か。失礼しました。お腹の中をどう調べればいいんだろう。中ですって。ああ、またならヨルムンガンドに直接聞いてみるかの。この先何があるかわからん。今のうちに準備を万全に整えておくのが得策じゃろう。やり残したことがあるのならやっておけ。せめてもの助言じゃ。またシンドリと喧嘩してないよね。この数年で奴も少しは丸くなったが、今の俺にはれっきとした常連もついてるんだからな。そうなの？客って？おめえも立派なお得意様だろ。確かに。え？空いてるぜ。また今度な。再び大笛へ。
ぞ。に残っとるかもしれんと。ああ、じゃから口の中に入っていって探してもよいと。あれは言っては。げえ、本当？ヨルムンガンども乗り気じゃなさそうじゃがの。来なくてもいいぞ。まあ僕も行くけど。ついてこい、アトレウス。よく食べられる夢を見てた。夢というものなの？分かってなんてないよ。ただ小さかった頃の感覚を思い出しただけ。あの像を探そう。おお、思ったほど悪くない匂いじゃ。醸造酒が発酵したような割と良い香りかもしれん。変な人。ここに何かある。いった。水に触ると焼ける感じ。これって水じゃないの？そうじゃ。じゃが全部じゃない。船をつけられる。あれは土か。
もう少し近ければ。言ってないけど。目の隠し場所はどこだろう。知らん。風景が届くわけでもないしの。なくさんように元の場所に突っ込んどいてくれ。壊してくれるな、そっとじゃ。恩に着るぞい。なくして初めて分かった大切さじゃ。どう？すっかり元通りってわけじゃないが、以前とは比べ物にならん。ビフレストは無傷か？大丈夫じゃ。必要なものは揃った。やっとヨトゥヘイムに行けるんだ。あ、いよいよだね。お前さん、定めって言葉を知っておるか？
蛇に合図を。黙れ。なんじゃなんじゃ。今のは少し冷や汗をかいたの。ヨルムンガンドの腹がわしらに驚いとるのかもしれん。いや、何かおかしい。終わってよかった。ヨルムンガンドが攻撃されてる。急がねば。全く同感じゃ。彼女は仲間だよね。確信が得られるまで用心しろ。ヨルムンガンド、何があったの？わからないんだ。なぜここへ来た？息子を探しているの。あなたたちがいろいろ気づかせてくれたから。居場所はわからんのか？わからない。だけど草木が彼の名を囁いてる。ミズガルズにいることは確かよ。最後に見たのは大昔よ。あなたの生まれる前ね。なんで私を避けてるの？何があったの？あそこ！あの大蛇をどうにかすりゃお前たち二人をまとめておびき出せると思ってよ。お前らのせいで俺がどんな目にあったか想像もつかねえだろ。バルドル、あんたは。私よ、逃げないで。俺はどこへも行きやしねえさ。まだ恨んでいるのよね。あなたの感覚が変わってないことも。でも俺の感覚だと俺はこの100年の間ずっと待ちわびてきたこの瞬間を。あんたに奪われたもの、そしてその苦しみをあんたに分からせるにはどうすりゃいいか、そのことばかりを考えてたんだ。だがな気づいちまった。実際そんなことはどうでもよかったんだとな。だってあんたはもうようなしだ。ダメ、下がって。これは家族の復讐の道を歩むな。それで安らぎは得られん。お前は後で相手をしてやる。まずは家族のことだ。
やんのか。ここから離れて、お願い。ダメよ、私から。やった。目でもつむってろ。見たくねえだろ。僕が守る。やめるんだ。どうかい。やめろ、アトレウス。おい、アトレウス、血が出てる。息をしろ、早く。僕の血じゃない。なんだこれは。痛みを感じる。感覚が戻ってきた。やめて。もう不死身じゃない。間違いない。もう不死身ではないはずじゃ。今頃思い出した。フレイヤが操ってるの。手出しはしないで、自分で話をつけるわ。やめろ、話しても無駄だ。殺されるだけだぞ。俺を止められると思ってんのか。邪魔はさせねえ。どこにいる。殺されても構わない。私は息子を守る。絶対にバルドルを死なせはしない。観音もんだな。いずれにしろすぐに終わるさ。そこだ。待ってろ。
せできなかったことをやった。こんなに命を感じたのは初めてだ。とも皮肉だな。何も変わっちゃいない。俺がどれだけやめろと訴えてもあんたは俺の人生を何度も狂わし続けるのか。私はあなたを守ろうとしただけよ。それが私は間違ってた。分かってる。でも望み通りあなたの術は解かれた。あなたさえ許してくれれば一からやり直せる。いや、ダメだ。なぜ？無理さ。俺はあんたを許しはしない。償わないとな。あんたは俺の人生を奪ったんだ。私はもう償った。償ってきたの。でもそれであなたが満足するなら私を殺して全て終わるなら止めはしない。
限りの苦しみを味合わせてやる。私はお前のムクロを九つの世界の先々で晒し、魂は冥界のクズどもの餌にしてやる。ここでお前に誓ってやる。助けたんだよ。私の全てを奪ったのよ。全てを。あんたはケダモノよ。今も変わらず怒りの炎を撒き散らすだけのね。お前には分からぬ。十分分かってる。でも彼は アトレウス、よく聞け。私はスパルタから来た。神に魂を捧げて取引し、多くを殺してきた。罪なき者も。そして父を殺した。冥界で見たあの人、これが神なの？最後はいつもこう？自分の親を殺すの？違う。どんな神になるのかは我らが決める。過去は関係ない。過去の私とは違う道を歩め。乗り越えるのだ。どうやら悪者になったようじゃの。フレイヤからすればな。だが奴にはできぬ決断だ。力が残っているうちに旅を終わらせるぞ。わからないんだ。フレイヤを助けたのは正しいけど、最後には悪意に満ちてた。悪意ではない。お前さんがバルドルを殺したんじゃ。息子をな。子供の死というのはそう簡単に受け入れられるものではない。でも殺そうとしてた。息子を生かすためなら死んだろう。親でなければ理解できん。僕にも殺されるわけ？それでお前が生きるならば。そうだ。よいか、楽な選択などない。それは誰にとってもじゃ。じゃがお前さんは確かに正しいことをした。フレイヤがいた方が世界は良くなる。ただ少し時間をやるんじゃ。きっと立ち直る。テュールの神殿に戻るぞ。これで最後だ。ああ、ついにヨトンヘイムじゃ。
なぜバルドルは僕たちを。オーディンがわしらを追ってここへ来れば呪いが解けるとでも言ったんじゃろ。真っ赤な嘘じゃがな。どうして宿り木で術が解けたの。万神族の魔法は強力じゃが、その法則はかなり難解じゃ。魔女しか理解できんじゃろう。じゃがそれが悲劇を生んでしまった。バルドルはフレイヤに授けられた宝じゃった。オーディンとの結婚で得た唯一の宝。フレイヤは全ての苦しみを息子から遠ざけた。じゃが彼女の強い思いが世にも愚かな決断を導いてしまったのじゃ。